今日のコメント、春勝さん動画いつも楽しみにしてます。採用されたい。いつも見てくれてありがとう。過去の動画もたくさん見てくれたら嬉しいです。どうも春勝です。皆さんアニポケは見ていますか？新シリーズ面白いですよね。そこで今回はリコのネアハは高確率で最終進化する可能性が高い系について話していきたいと思います。じゃあ関係ないけど、暑すぎてスー君がずっとかき氷食べてます。スー君お腹壊しちゃうよ。それがええねん。何がだよ。というわけで今回の最後まで聞いててください。リコのネアハはやはり最終進化する可能性が高い。今放送されているアニポケ新シリーズは主人公がリコとロイで、二人はライジングボルテッカーズという組織の仲間に加わり旅に出ています。で、主人公リコの手持ちはニャオハなんですが、ちょっと前にニャオハはキャプテンピカチュウと特訓をして新しい技電光石火を覚えました。この電光石火、ゲームだとレベル15で習得する技で、ニャオハはレベル16で進化あるため、リコのニャオハはもうすぐ進化するのではないかと話題になっていましたよね。この前これについては動画にしており、僕的にニャオハは今すぐじゃないにしろいずれ最終進化するんじゃないかと思っているんですが、あるポケモン雑誌の情報によりニャオハの進化の可能性がさらに高まりました。それはニャオハの進化系の画像です。雑誌には進化系をチェックということで、ニャオハとニャローテ、マスカーネのイラストが載っていました。公式の雑誌に進化系の姿が載っているということは、今後進化することはほぼ確実なんじゃないかと思います。まああとはこれは追加の根拠で、ポケモンキッズは今までアニポケの様々な伏線になっているんですけど、今後発売のポケモンキッズでニャローテがいることも、もう進化するのはほぼ決定的なのかなとは思いますけどね。まあニャオハは主人公のリコの手持ちということで、サトシのピカチュウの前例もあることから進化しないのではという意見もありますが、ニャオハは1シリーズの御三家ポケモンなので、ピカチュウのようにシリーズをまたいでずっと手持ちにいるのかと言われればそれはないと思っていて、だったらリコと共に成長して最終進化するって展開の方が可能性は高いんじゃないかと思います。でもニャオハめちゃくちゃ可愛いのね。そのままいてほしい気持ちはありますけどね。最終進化のマスカーネがめちゃくちゃ人気なのも現実ですけど、みんなはリコのニャオハは進化すると思いますか？それともそのまま進化しないパターンだと思いますか？よかったらコメント欄でコメントしてみてください。とはこんな感じで、リコのニャオハは高確率で最終進化する可能性が高い件についてでした。ちょっと戻したチャンネル登録、しばおぶさん、よろしくお願いします。では次の動画で、せーの、グッディー。